はい、どうもこんにちは、ケンジです。本日なんですけども、キスマンデープログラムね、モダニカとのコラボのチェアがね、全世界34個限定ね、販売されるというわけでね、今宮下バッグに歩いて行っているんですけども、まあ無理だわ。もう並んでる人いた、1人か2人かな。いや34個だからまあ無理だろ、普通に考えてっていう感じなんですけども、今朝の6時徹夜というわけでね、もう結構気合い入れてきたんですけども、いたね、並びね、絶対並びいた。全然見えない視力からでも伝わる人、いやーマジか、早い、本当に早い。で、34個なんで入荷がまずあるかどうかもわからないし、おそらく1個か2個で、僕の欲しいモノグラムがまあそもそも確一だったら、まあもう無理だろうなっていう感じですかね。6時から朝の11時までもう並ぶってことは、もう5時間並ぶってことなんで、今回はね、宮下パークで止めることをやめました。いつもアンチソーシャルとかエイプとか大体400ドルぐらいの販売ですね。で、今回キスはね、いくらなんだろうね、それもまあわからんというわけでね、まあ並ぶ人あんまいないかなと思う。いや、2人以上いるんじゃね、2人ぐらいいるんじゃね、行ってみたいなと思います。はい、というわけで今キス並びに来ました。負けました、負けました。前から2人ぐらい並んでましたね。で、前の方に聞いたら4時から並んでるそうです。そりゃ負けるわなって感じですね。4時はそろそろ出るかっていう考えた時間に2人がついてたってことは、それはもう完敗ですね。まあとりあえず2つ、多分確一だと思うんで、まあおそらく買えないでしょう、おそらく買えないんですけど、もしかしたら、まあ、3番目なので、もしかしたらワンチャンあるかもしれないので、5時間月曜なのに何やってんだっていう感じですけど、並んでいきたいなと思います。はい、というわけでね、今9時15分ぐらいですね、あれが3時間ぐらい並びました。今店員さんね、ようやく来たんですけども、まあ売るかどうかもちょっと分かんないですね。マタノさんのね、インスタグラムを見ると Today at Kiss Tokyo って書いてあるので、販売はあると思うんですけども、まあ、あるか、さすがにこれでなかったらちょっと犯罪だと思うので、期待していきたいなと思います。今んとこ並びは5人ぐらいですかね。もうこの時間に来てるのは本当に少ないと思うんで、何とも言えないんですけども、これから人が増えるのかどうか分かんないですけども、期待していきたいなと思います。というわけで今10時半なんですけどもね、人はちょっとここ1人増えてないですね。で、店員さんにね、まあ、ちょっと軽く聞いたんですけどね、数はめちゃめちゃ少ないそうでね、まあ、値段もめちゃめちゃ高いそうです。アンチソーシャルとかはね、400ドルとかでね、コラボ出したんで、まあ、4から5、6、高くても8ぐらいに収まってほしいかなっていうのが正直な感想ですね。もう起きて24時間以上経ってますんで、まず30分気合入れて待ちたいなと思います。すいません、はい、あの椅子なんですけど、はい、モノグラムあります？ありますよ。いくらですか？73,500円。安い、安い。あ、安いんだ。じゃあモノグラム、一個一個若干個体差ある感じなんですけど、はい、大丈夫そうです。あー、なるほど、そうなんです。大丈夫です。はい、安かったです。よかった。いくらでそう思ってた？10万いかないぐらい。3人で話しててなんか10万いったら嫌だなみたいな。何かも普通ので大体税込み7万ちょっとぐらいなんで、確かにこの上のデザイン考えるともうちょいいくかなと思うけど。え、これって各34個なんですか？いや、そんなない。あ、はい、というわけで今回のゲストのひろまるさんというわけでね、顔を映してないという概要欄の方に多分動画載せていると思うので、そちらの方チェックしてみてください。はい、というわけでね、キスマンデープログラム並んできました。すごいね、もう眠い、もう顔がもうダメだ、死んでるってぐらいね、本当に眠いです。ぶっ倒れそうです。やばいですね、もう一番最近の中では結構体に来てますね。というわけでね、はい、今回ね、こちらね、椅子のメーカーですかね、こちらのね、コラボの椅子をね、購入できました。見た感じなんですけど、各4個しかありませんでしたね、キス東京は。店員さんに聞いたところ、全国にね、各34個あるのかなっていうのをね、尋ねてみたんですけども、各34なのでとんでもないっていう感じでね、全部で34もないというわけで、どうなんでしょうっていう感じですね。限定作ったんで、まあロニーとか持ってたりね、いろんな人が持ってたりとかするので、本当に限られたところにしかないっていう感じでしたね。ニューヨークとかマイアミとかはね、店自体が閉まってるので、あとはオンラインでどれだけ出るかっていう感じですかね。まあね、買えてよかったです。で、今回ね、僕は購入したんですけども、あ、もうね、これ重すぎてね、その障害があれなんですけども、はい、こちらじゃん、こんな感じ、袋に、段ボールじゃない、袋にそのまま入ってますね。
モノグラムね、買いました。いやもう今回の並びはエグかったね、本当に。一人で来てたからこそ本当に辛かったんですけども、前の方にね、 YouTuber のね、ひろまるさんっていう方がいまして、その方とね、一緒にね、もうずっと喋りながら、ずっともう本当に喋りながらね、5時間6時間っていう時をね、一瞬で終わることができました。もう本当に良かった。彼のね、 YouTube のチャンネルとかもね、載せとくので、ね、ぜひね、そちらの方ねチェックしてみてください。1番かなと思ったんですけども、1番じゃなかったっすね。もうなんなら3番ぐらいな感じでしたね。まあ、あと後からね、10時過ぎぐらいからね、今日人が来まして、まあ、いつものメンツだなっていう方が結構いましたね。まあ、ちょっとね、段ボールとかに入ってないで、こういった感じで袋で入ってるのかっていうのは残念なポイントなんですけども、これはね、オフィスとかね、今後部屋を変えたりとかするときに、ただの椅子とかじゃなくて、部屋のね、おしゃれというわけでね、こちらの方を購入しました。いや、これをね、使うときはね、めちゃめちゃ楽しみですね。で、一つ一つね、こちらね、もうなんか、一品物だから、傷じゃないんですけども、個体差があるということなので、結構入念に調べて買いましたね。フェイズよりもモノグラムの方がね、早くなくなったっていう印象でしたね。まあ、一瞬でしたね、本当に。まあ、これはね、本当に数少ないのでね、手に入って良かったっていう感じになりますね。このね、動画ね、投稿されている頃にはね、もうオンラインは多分終わってると思うんですけども、ぜひね、皆さんね、購入頑張ってみてくださいという感じで、ね、今回の動画終わりたいと思います。この動画いいと思ったり、参考になったと思ったら、グッドボタンのチャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。